た時ですね。その時流れてたのはパレードって曲でした。あれを聴いたらこの人なんかすごい肺活量あるなって思ってそこからハマりました。実家のテレビの裏に昔母親が使ってたフォークギターが刺さってました。小さい頃からそれを触ってたんですけど、触るたびに怒られてましたね弦を切ったら一回お尻叩かれるみたいな中学2年生の頃ですね、お年玉で住屋の沼津店に買いに行きました。お金がなくって、楽譜が買えなかったもんで家にあったなんかフォークギター曲集みたいな本に行って神田川を最初に弾けるようになりました。エレキギター買ったんですけどね、神田川弾いてました中学校3年生ぐらいからミュージシャンみたいなものに憧れてたと思うんですけど、でも本当は魚の研究がしたくて、栽培漁業がしたくて そっちの道に行こうと思ったんですけど、やっぱり高校入ってから、住屋さんに習いに行ったんですよ、ギターを。そこら辺からそっちにシフトチェンジしました。いっぱいやってましたね。高校生の時は軽音楽部でギターがちゃんとっていうか、そこそこちゃんとできるみたいなのが僕しかいなかったので、みんなからだいたいライブのたびにやってやってって言われて、5個か6個ぐらい掛け持ちして、あと学校の他でもなんか大人の人っていうとやってました。ジュディマリのコピーバンドとかやってましたねなんかテンションを合わせるようにしてますね。生徒さん、なんか元気な生徒さんにはこっちもアクティブに、ね、大人しの生徒さんにはやっぱ同じテンションでやるとなんかすぐ仲良くなれるような気がします。笑顔は意識してるわけじゃないですよ。いつもニヤニヤしてるんで体験レッスン待ってます。